頭骨遠位端骨折、ギプス固定はどのくらいの期間するの？どうもです。テゲポン TV です。テゲ科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。左手首骨折して、明日が1ヶ月で病院です。ギプスが外れるかどうか心配です。もし取れたらリハビリとかあるのでしょうか？1ヶ月程度の固定でギプスを外すことがほとんどです。その後はリハビリテーションは必須です。手関節や手指を動かす訓練を行います。頭骨遠位端骨折に対するギプス固定は固定期間は5週間程度で、その後手指や手関節のリハビリテーションを行います。年齢が若いほど治りはいいです。ロッキングプレート固定の手術ならば、骨折部をきれいに整復できる上に、術後すぐからリハビリテーションを開始できるので、骨折部の転移、ズレがあるケースでは、ロッキングプレート固定の方が主流になってきています。